現状、ちょっとその進捗などもお話しいただきつつ、何を、どういうことをやろうとしているかっていうところで、ちょっとご説明いただきながらお話を進められればと思っておりますが。そうですね。もともとはそのバックトークコースというところで、作品のちょっと概要みたいな感じのまとめた文章があるんですけど、ちょっと今、佐藤さんそれ出てきたりします。文章出てこないんですけど、なんかいろいろ話すことは。送ったりしてもらってますか、もしかして。そうですね、それも多分、今、見つかんなくて。全体の方にはお送りしてると思うんですけど、文章のデータはどれだっけな。とりあえずそのモチーフというかテーマみたいなものは、揺らぎっていうことに。そうですね、なんかこう、まあ、梅沢と話していたのは、まあ、その会場がまあお台場であって、まあ、しかもそのクルーズターミナルはまあすごく最近にできたこう、まあ、海の上に浮いている人工地盤みたいな土地であることに、まあ、ちょっとまあ興味を我々は持ちまして、なんかこうその人工地盤みたいなものには結構多分梅沢も僕ももともと結構そういう土地利用とかに関しては興味があったんですけど、でそこにこのバック東京フォースっていうその、ま、何でしたっけ、その過去と現在と未来みたいなこう時間軸で、その、まあ、なおかつその、それを何か文化資源と紐づけて考えられないかっていう、まあ、お題をいただいた時に、まあ、その東京っていう土地が結構、まあ、江戸開府の頃から河川の付け替えとかこう、まあ、干潟の干拓とかそういうものを経て街づくりが行われてきた歴史であるとか、なんかまあそういう、まあ、自然と人為の結びつきとか、それがこう何でしょう、それを別に100%美化するとか、あるいはこう告発するってわけでもなく、事実としてそういうことが鋭意として積み重なってるのが今の東京の現れだなというふうに思って、何かそういう、まあ、この本当にウォーターフロントを中心に東京におけるそういうこう都市開発とこう自然と、またそれと結びついてくるこう、まあ、庭園とかそういう芸術のあり方みたいなものを何かこう映像と音の作品にこうできないかなっていうふうに考えていって、なのでそうですね、なんかこれは結構今までのその梅沢との共作であった方法なのかもしれないですけど、結構そういう実際にロケーションに撮影やフィールドレコーディングをしに行って、こうそういう現場での、まあ、ある意味でこうドキュメンタリー的な素材を積み重ねて、だけどなんかこう単なるドキュメンタリーではない、なんて言ったらうまい言葉がちょっと出てこないんですけど、何かこう、なんかこうある種のストーリーテリングみたいなものをするみたいなことを、まあ、考えていたっていうのは当初のプランとしてはあったかなっていう感じがまして、でまあその先ほど梅沢から出た揺らぎっていうのは、まあなんかそういう、なんかこう、なんて言うんでしょう、そういう、何かこう、そういう土地とか、あるいは自然の条件みたいなものと、付き合い方を考えていくときに、何かこう、不確定であることとか、不安定であることを、なんかどうやって、こう、なんかこう、まあそういう排除しようと思っても排除しきれないような、まあ、ものとか、まあある意味そういう、なんか絶対的な他者としての環境みたいなものをなんかどうやって受け入れていくかって考えた時に、なんかこう揺らぎを受け入れていくことみたいなことをまあ考えたいなってことをまあ梅沢と話しまして、まあちょっとテーマみたいな感じはそれかなっていうふうになっていたというところなのかなと思います。なんかその人口と自然みたいな、自然と人口かな っていう話で言うと、まあ、例えばその寺みたいなものでも神社みたいなもんでも、その何て言うかな、もともとあるこう自然に寄り添ってはいるけれども、やっぱりそういう自然の中に何か作り上げられた人工物で、しかも何かその何て言うのかな、こうちょっと超越的なものの代わりになるようなものをこう人工的に作ってしまうっていうね、そういうなんかものでもあるわけなんですけども、なんかそのそういうものと、
例えばそのウォーターフロントなんていうのはもう完全にその人工の人工みたいな感じなわけなんですけども、そういうものとのこう対比を、対比させていく、そういうものを対比させていって、で、まあ、しかもその、なんて言ったらいいのかな、そういった、人工的に作られた環境、両方とも人工的に作られた環境だけれども、それらをこう、対峙させることで、なんとなくその、こう揺らぎっていうのかな、こうに、その、昔も今も、その、そういったことをずっとやっているんだけれども、その、こう、境界線の揺らぎみたいなのもあるかもしれないですね。こう自然とか人工物の、その、こう、それぞれの区別の仕方みたいなものっていうのはすごく揺らいでいて、そうなですんね。かこう、人工のようだけど、すごく、自然のようだけど人工。人工的なものが、あるいは人工的なものが、自然になっていく。まさにそのウォーターフロントってそういうもんだと思うんですけども、いずれ、ね、例えば、100年したら、その、こういうお台場みたいなところも、なんか昔からあったところのような、こう雰囲気を持っていくのかもしれないですよね。新しいものの歴史みたいなものっていうのはこうできていったりするわけなんですけども、なんかそれが逆に今度はね、なんか人工のものが自然に帰っていくみたいな見方もあるだろうし、なんかそういう意味でのこう人工と自然の揺らぎみたいなことっていうのは、いろいろこういろんな角度から見ていくと面白そうだなって思いますね。そうですね。例えば人工の土地で干潟であったり、西臨海公園なんかも、まあ、埋め立て地であるけれど、今はもうラムスール条約に登録されるくらい、生態系がすごく豊かな場所になっていたり、ここで人工と自然がこう、ちょっと対比ではないんですけど、中間のような部分になっていくことであったり、あとはまあ、ロケーションの候補の一つであった、その明治神宮も、ここはまあ人工林、文化と結びついて、ある種こう、現代の鎮守の森みたいな形のものが出来上がっていくっていうのが、こう、過去と今の東京が結びついて、また未来に向かっていく新しい文化、形のようなものなのかなっていうふうに考えて、ロケーションに考えてたんですけど、ちなみにね、その、ちょっとその揺らぎっていうところで言うと、まあ、今回の作品って、映像とその音響要素っていうものが、これは何て言うのかな、対等に表現されてるものだというふうに、同じレベルでね、表現されるものだと、思ってるんですけども、そういうことでよろしいですか。そうですそうだね。と思います。ですね。一品によっては、ちょっとそういうバランスが変わったりっていうのはあるかもしれないですね。で、そうなった時に、今度そのちょっと音のね、役割についても伺ってみたいんですけど、例えばそのイメージっていうのは、まあ、例えば具体的にそのどこだみたいなこととか、もちろんそれだけじゃないと思いますけどね、その映像っていうのはそれだけじゃなくて、何かどこかが映っててもどこかじゃないことを示せるのが映像だったりするから、必ずしもその具体的に何かものが映ってるから、それでいいだろうってわけではないとは思うんだけど、もちろんその音っていうのはそういう意味で言うと、もしかするとちょっとこう匿名性を帯びるようなところがあって、例えば海のどこかの音がしているっていうことが、その聞いただけでどこであるかっていうことを分かる人、かなりすごい人っていうか、結構ね、これはどこの、波の音ですねとかっていう人がいたら結構すごい人だと思うんだけど、ちょっとその音っていうのはある意味では、例えば具体的にイメージと結びついてないと匿名性を帯びるものだと思ったりもするんですけど、その音の役割というのはどういうものですか？最初にこう、やっぱり、さっき匿名性の話に関わるんですけど、お台場らしい音というか、シグナルサウンドみたいなものが、
あるのかちょっとリサーチをしてたんですけど、うんうん、なんかそれらしい音、お台場の音っていうのはちょっとあんまり分かんなかったんですよね。うん、例えばそのお台場に広大があるとか、そういうなんかこう文化と結びついたものはあるんですけど、うん、まあ、広大に大砲打ってる音を出してもしょうがないので、うん、なんかそういった部分で何かこう、場所と結びついた音っていうのは、海の音っていうことになるのかなって思うんですけど。うん。例えば、なんていうのかな、その、バンクーバーサウンドスケープみたいなのあるでしょ？レコードあると思うんですけど、ああいうのっていうのは、まあ、サウンドスケープは未だに人気があるんだけれども、反面、やっぱりちょっとこう、いろんなこう反省があるっていうか、ちょっとこう反省しなきゃいけない部分があるんじゃないかと思ったりもしてるんですけど、つまり、そのサウンドスケープのその音源っていうのは、ある意味では、まあ、絵はがきみたいなもんだなっていうふうに思ったりするのね。で、例えばそのバンクーバーサウンドスケープの音を聞くと、その港の風景が浮かんでくる。音だけ聞くんだけど、港の風景が目に浮かんでくる。だけどそれはそのこういろんなところでこう汽笛がポカーポカーってなってるのを、そのマリン・シェーファーが編集してるんだね。そう、地理的に、うん、すごく編集してコラージュして、いかにもな、そのバンクーバーの音を作ってるわけ。でこういかにもなバンクーバー、もうまさにその絵はがきに売ってる、観光地で売ってる絵はがきみたいなバンクーバーの音を作り上げてるんだけど、でもバンクーバーに行ったら実際にはそんなものを、そんな風には聞こえなかったりもするかもしれないし、いや、むしろ聞こえないと思う。あんなにその何分のうちに、音楽みたいにね、こう、汽笛がパン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 鳴るんだけど、もしかしたらあるかもしれないけど、でもそういうのってすごく人工的ですよね。だから、そういうサウンドスケープっていうのは、ある意味ではこう理想の風景を、理想の音環境を求める運動であるがゆえに、そういう理想の音環境を勝手に作っちゃったね。っていうことをやってるんだけど、さっき佐藤さんが、佐藤さんだったかな、その何かこう告発するみたいな意図はないんだけどっていうようなことがちょっとポロッと言ってたんだけど、まあ、むしろそういうものっていうのは何かこう理想と違うぞっていうことだったり、あるいは何かその音によって何かを、音やその、まあ、映像でもいいんだけど、ある抽象的なイメージによって何かをそのこう無言のメッセージみたいなものがあるとするならば、その告発というよりはね、なんかそんな強い言葉じゃなくてもいいんだけど、そういうこうイメージによるメッセージみたいなものがこうあったりもするのかな。まあ、例えばね、例えばサウンドスケープにはこのもっとこういう理想的なバンクーバーにしなきゃいけないんだよみたいなさ、そういうこう目標があったわけなんだけど、こう音環境をもっとこんな風にきらびやかにしないといけないんだと。だけど現実はもっと退屈だったり何も起きなかったりするわけだけどね。ただちょっとそういうなんて言ったらいいのかな、まあ、例えばその具体的な風景だったり、ある特徴的な場所の特徴的な音を選んでくるっていった時に、どこかそのこうサウンドスケープ的な、その絵はがき的なものではなく、そうじゃないものを思考するとすれば、どういうところに工夫があるのかなってちょっと思ったっていうのがあります。それはこの間ちょっとこの作品じゃないんですけど、ちょっと佐藤君映像と音の関係性みたいなことを話し合ったので、例えば、まあ、佐藤君が撮った映像に、まあ、いつも撮影しているときに僕も録音をして、その絵に付随するサウンドスケープに録音してるんですけど、うん、だってこうただそれを提示するだけじゃなくて、ちょっとこう
構造から外れてちょっとイマジナリーなイメージを与えて、うん、まあちょっとこう予感的なものだと感覚的な話になってしまうんですけど、うん、そのイメージの先に行くようなものであったり、うん、逆にそのイメージから外れてるんです。あっちが方向に行ったりっていう。音と映像が両方提示されることによって何かこう新しい感覚みたいなものを得られるところまでいければなというふうには考えています。うん、なんかこれはちょっとこの前その、まあ、今梅沢が話してくれたちょっと別の作品に関することでちょっととあるキュレーターの方とお話ししているときに、うん、モチーフとしては結構例えばその作品ではこう発電所とかダムとかを撮っているんですが、なんか究極的にはなんか発電所のなんかこうインフラとしてのかっこよさとか、うん、そういうものをなんかこう映像と音で表現するのは違うって話になって、うん、そういうものを撮るんだけれど、そこで目に見えるその土地開発とかそのあるいは建築物みたいなもののその目に見えてるものを映しながらも目に見えてない何かこう例えば、うん、人間のそこに関するなんか無意識的ないろんな例えば不安だったりとか、うん、あるいは何か未来に対する予感だったりとか、そういう目に見えないものを目に見えるものを映してこう、うん、映像化しなければならないってことはちょっとその時話していまして、うん、で、まあ、今のその理想化されたサウンドスケープの話に関してちょっと思ったんですけど、なんかやっぱり今回の作品もまあこうまあ、浜離宮とかはかなりまあ本当に撮影していたらまあ美しい絵にはなると思うんですけど、まあそういう美しいトラディショナルなものを撮ること自体は僕は別にいいと思うんですけど、うん、なんかこうやっぱりそのなんてさっきその梅沢が言ってたなんかこうイマジナリーなものっていうのは何かこうやっぱりそのなんだろうな、なんか何でもないようなその埋め立て地の場所とか、なんかそう過去の何かこう うまくいった例としての何かそういう潮入りの庭園とかではないような、なんか本当に例えばなんか埋め立てられたんだけどこうバブルの崩壊の後に結構打ち捨てられちゃっている荒れ地とか、うん、でそこに結構水が溜まってなんか野鳥の溜まり場っていうかこう生息地みたいになってるような、うん、なんか沼みたいなのが埋め立て地にはあったりとか、まあ、東京湾野鳥公園とかもそうなんですけど、うん、なんかこうそういう何かこう打ち捨てられてしまった場所とか、あるいはなんかこうお台場のあたりにあるこう巨大なこう建築物の何かこうなんかこうガランドの何かこう、うん、ボンみたいな空間とか、うん、なんかそういうところをもう撮って何かこう、だから多分撮ってもその絵としては何かそういう建築的な何かこう凄さみたいなものがこう映されてるってだけになっちゃうかもしれないんですけど、例えばそこに何かこう単純なこう理想化されたサウンドスケープっていうのではないような何かこう音のレイヤーが加わることによって、何かこう可視的な空間にある何か不可視のものみたいなものがこう映像に乗っかっていくような気がしていって、やっぱり今回の作品でもそういう目に見えるものは撮るんだけど、こうなんか目に見えない次元で起きていることとか予兆みたいなものをどうやってこう取り込むかってことをやらなきゃいけないのかなっていうふうに考えてます。うん、うん、そうですね。そのまさに原発のね、例えばその調整コントロールルームっていうのかなとはあるじゃない。で、ああいうのもなんかその普段人がいたりすると、なんだろうね、例えばこうちょっとプロパガンダっぽくなるんだけど、こう誰もいないそのコントロールルームを映すと画前なんかねディストピアみたいに見えたりとか、なんかそういうこう記号的な、なんていうかな、イメージのその記号的なその効果っていうのがすごくあるなと思っていて、でだからそれってやっぱり単にその映すっていうことだけではやっぱり生じない、もちろんその何か加工するとかそういうことをやるわけじゃなくて、なんかそこにこう映す撮る人のやっぱりこう目が入り込んでるっていうのかな、 それをどう見てるかっていう、だからそれはその確かに不可視なものが可視的なそのイメージから
不可思議なものがこうにじみ出てくるんだけど、でもそれはやっぱりそれをその撮影者どう見てるかっていうことの表れなんだなっていう気はするんだよね。だからそれって中平拓磨のね、その60年代の写真とかを見ると、そうするとこれはもしかしてあのブレてたりボケてたり荒れてたりしなかったら普通の写真かもしれないんだけど、あれがこうモノクロで荒れてたりあのブレてたりするもんだから、何かそこにこうあの現実世界の不確からしさみたいな、不確かな現実が不確かだみたいなことがあのにじみ出てしまうと、まあ、そういうのが、ね、例えばあのプロフォークの本のね、まず確からしさを、なんだっけ、まず確からしさの世界を捨てろかっていうようなあのこうあのなんていうんですか、アジテーションになってるわけね。だからその写真っていうのはこう確かなものじゃないんだ、確かな世界を撮るんじゃなくて、写真を撮るという行為はその確かな世界から不確かなものを引き出すことなんだと、不確かなものを見ることなんだっていうね、いうようなことがありましたけども、まあ、まさにその何だろう、こうあるモチーフを撮る、どう撮るかっていうことによって、そこにあの、まあ、それこそおっしゃった裏側じゃないけど、そういうものがこうにじみ出てしまう、まあ、そういうことがある。ただ一方でなんか、なんていうのかな、すごいかっこいいみたいな、あの、うお、かっこいいな、これみたいな、あの、見え方をするものって、割と僕の青春時代には流行ったりなんかしてて、80年代ぐらいに、80年代ぐらいにそういう映像が流行ると。で、そういうのは何かっていうと、なんかこう、すごくアンビバレントなものが引き出されるようなところがあってね、こう、すんごい、うお、かっこいいな、と思ってしまう自分みたいな、なんだろう、僕がちょうど大学生ぐらいの時に、それこそあのポール・ビリリオっていう人がやったその事故の博物館っていうやつがね、あのこうテレビなんかでやったりして、でそうするとまああの科学博物館を作るのではなく、もっと事故の博物館を作るべきだってね、あのビリリオが言ったのは、その科学技術を展示する博物館ではなく、科学技術の付随物としての事故のを博物館を作らないとっていうようなことをあの言ったりするわけなんですけど、でそうするとそのなんかテクノロジーがぶっ壊れたりする部分、すごく僕なんかもある種のカタルシスを覚えたりするようなところがあって、でカタルシスを覚えるんだけど、でもあのそれをね、こうかっこいいと思ってしまう自分にちょっとなんかこう、それは何なんだろうと思ったりするっていうような感覚って、なんかすごく80年代にあったなっていう、気がしていて、なんかそういうものはこうイメージの中からこう引き出せるとあのすごいなって。だから、まあ、今でこそなんかね、コンビナートマニアみたいな優秀写真、そのああいうあのそれこそターミナルの向かい側にこうコンビナートとかあったりする。でその僕はですよ、あの20代の頃はよく行ってたんですけど、なんて言ったかな、城南島っつったかな、あのそういうあの工業地帯があってね、その大森の方かな、大森の先に城南島と か, なんかそういうコンビナートとかがたくさん見えるあの場所があって、あとはなんか川崎だね、川崎の夜光っていう、夜光るって夜光っていう街があるんだけども、すごいあのかっこいい山なんだよね。そういうところにあの工場見に行ったりとかしたことあるけども、そういうのもなんかちょっと通じてくるなっていう感じはしますけどね。なんかすごくこういあの記号的にそのそういったイメージをこう使っている、まあ、なんかちょっとそれなんだろう、そういうものをこうその やっぱこう写真とかそういう見せ方もあるんだけども、何かこう今回そういったオーディオビジュアルインスタレーションにするっていうのはね、これなんかあの個別に成立するわけではない、もちろん個別にも成立するだろうけれども、あのだとして今回そのどういったなんて言ったらですかね、こう相乗効果じゃないけれども、そのイメージと、ね、ビジュアルとその
サウンドのどういうような相乗効果があると思いますか。まさにそこにこそ揺らぎもあるような気がするんですけど。考えてもらって大丈夫ですよ。全然考えながら喋っても全然 OK だし。まあ、正直、まあ、絵もサウンドも全くこう、うん、できてはいない状態なので、うん、どういうことが起きるのかな。もちろんそれ期待でも何でも、なんていうかこう構想でも何でもいいんだけど、どういうことが起きるのかなっていうね。うん、例えば何て言うんですか、その音だけでももしかしたら換気力があるっていうようなことがあったりする。例えばその音だけを、例えば真っ暗なところで音だけがバーンって流れた時にすごくイメージが湧くみたいなことがもうありますよね。そう、一方でその何かこう映像、ある映像が全く無音でこうコーンとこう出てきた時にも同じような何かこうそれでしか味わえないようなイマジネーションがこう立ち上がったりすることもあると。でさらにそれがこうどういうふうに関係し合うかっていうのはね、仮にその撮影素材があったとしてっていう言い方あれなんだけども、それが撮れたとしてどういうような構想があったかとか、なんかその、まあ、結構これまで何回か梅澤くんと、まあ、なんかこう一緒に作品を、まあ、2作品くらい作ったりする機会があって、うん、そうですね、なんかこう音だけあるいは映像だけになんかこう固有の換気力みたいのがあるなっていうのはもちろん感じるんですけど、うん、なんかまたそれとはなんか、まあ、あとは作り手が一人じゃないってことも含めてなんかこう全然違ってなんか体験を作ることができてるような気はすごくしていて、うんうん、ただそれがなんかこう何が起きてるのかってことをなんか今のちょっと僕はうまく言葉にできないんですけど、うん、でもやっぱりこう音だけでも換気力はあると思うんですけど、うん、まあまあ、本当に初歩的なことだけれどやっぱりそのそれでもやっぱり音にはこうある部分までのやっぱ抽象性みたいなのも絶対あるものだと思うし、うん、あれは結構なんかなんだろう、うん、すごい音って結構スペクタクルになんかこういくらでもなれる部分が、まあ、逆にスペクタクルにならないこともできると思うんですけど、うん、なんかこうやっぱ映像っていうのは何かこうすごいなんかこう具体的な一つのロケーションとかあるいはすごい記号とか、 なんか象徴とか、うん、なんかそういう意味ではこう鑑賞者のなんかこう、方が作品に向き合う時のなんか方向みたいなものは結構、まあ、ある意味では狭める機能を確実に果たしていると思っていて、うんうん、なんて言ったらいいんですかね。ただあれですよね、そのそれがどこかでどこであるっていうことをもちろん分かった方がもしかしたらいいかもしれないけど、分からなくてもいいっていうこともあるよね。うん、だから何かこう狭めるっていうふうにおっしゃってたけど、それが何であるかっていうことが分かると開ける世界もあるけど、うん、何であるかが分からなくから開けた世界もあるっていうかさ、まあ何かいろんな言い方があるなとは思うんだけど。うん、つまりそれが何であるかが分からなくても何かを感じてしまうっていうのが記号の象徴性みたいなものだったりするから、なんかそういうもちろんね、例えばその
こう東京に来た人たちにこれはこういうものでっていうこう歴史を話しかけたり話したりするっていうことをすごくいいと思うんですけど、それも何て言うのかな、一つのこうコミュニケーションとしていいなと思うんだけど、なんかもっとその象徴的なところでそういったことが全く分かんなかったとしても なんか感じるなこの作品みたいなのってあったりするじゃないですか。だそのパッと見た時に何だこの作品って思って、で逆にその後にね、そういうことだったのかっていうとさらにこうなんかよく分かったような、でも腑に落ちすぎちゃって最初の感動が薄れたのかなみたいなね、なんかそういうのはあるなと思うんですけど、なんか結構、うん、その音と映像がこう同じ空間に同居してて、だけどこうパラレルなものとして同居しているみたいなあり方もあると思うんですけど、うんうん、多分僕と梅沢くんの作業っていうのはこう、まあ、結構2人で1つの何かこうシークエンスを作っていくような作業が、まあ、今までも多くて、うん、まあ、今回もそういうことを考えていたんですけど、うん、ただ多分なんか今お話をちょっと聞いてて思ったのは、なんかおそらくなんかこうすごくだから一本のシークエンスとして成立するようになんか仕組むんですけど、例えば導入とかはすごくいつも割となんか本当に綺麗な自然の絵が映っていて、うん、そこに本当にサウンドスケープがただ流れてるだけみたいな導入から始まっていきつつ、うん、だんだんそれが巧妙になんかずらされていったりとか、うんうんうん、あるいは音の方も絵の方もなんかパッと見た時に一体何なのかは分からないけれど、すごくなんかこうなんか妙な感じがするイメージとか音とか、うんうん、そういう何かこう巧妙なズレの感覚みたいのをなんかどん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 仕組んでいって、うんうん、なんか最終的になんか一つのシークエンスとして成立するみたいなことを、うん、なんか僕らは今まで結構やってきたような気が今ちょっと考えてしてありますね。うん、やっぱりね、梅沢さんはそのリュックフェラーリ賞も取っているから受賞されてるんで、やっぱりこうリュックフェラーリ的なねほとんど何もない的なそういうなんつったらいいかな、こうちょっとアーティフィシャルなサウンドスケープをなんて言ったらいいのかな、そのサウンドスケープフィールドレコーディングのようなコンポジションのような、なんかこうどっちとも取れるようなね、そういうことをやっていくリュック・フェラーリのなんかお得意のっていう感じなんだけど、ちょっとそういうこうずれながらとかっていうのはなんかすごくよくわかるなっていう気がちょっとしますね。なんかそのものではなく、それをねこうなんか少しこうずらしてみたり意図的にその絵とその音っていうものの関係性を切ってみたり繋いでみたりっていうことを意図的にやるわけだ。でそれをこうなんか揺さぶるっていうのかな、そういう感覚はあるのかなと思いますね。そうですね、それがやっぱり音の次元でも行われていたり、映像をするっていうことでやっぱりもう一個またズレが生まれて、うん、やろうと考える、うん、なんかだからそのさっきのこう理想のサウンドスケープみたいなね、理想の音環境みたいなことを捏造するみたいなのももちろん手法としてはあるんだろうけど、そうじゃなくてなんかそのあえてこう聞いてる側の感覚を攪乱するみたいなね、そういうそのそうすることによって逆にその作品に対するこう意識の向け方っていうのが作られるのかなっていう気もするんですよね。だからそのサウンドスケープ的なもの、いやこれ編集してるんだけどそうとは思えないでしょみたいなこう見せ方ももちろんあると思うんだけど、いやこれ綺麗いいサウンドスケープですねとかって、いやこれも全然コラージュですよこれみたいな、でも誰も気がつかないみたいなね、そういうものもあると思うんだけど、なんか一方でそのこうどっか変だぞみたいなのもこうあるのかな。そのリック・フェラーリっていうのはどっちかっていうと
なんかこう気がつかなそうだけど、でもなんかどっかあからさまに変だなみたいなのがこう聞くと分かったりするみたいな仕掛けがあったりする人だけど、なんかそういう、うん、なんかそこにむしろこう音楽的にもあるいはこう映像的にも両方の意味でコンポジションみたいなその言葉の使い方っていうのはあるのかなっていう気はしますけどね。ただその撮影に行かないという部分、そのお台場の原本とかをちょっと過去の資料とかを使って作ろうとは思ってるんですけど、どのように開発をされてきたかっていうのを、まあ、うん、バンドループじゃないですけど資料的なものをリサーチして使おうっていうふうには考えています。結構ね、なんていうか今回割とこう皆さんこう制作がこう進んでリサーチとかそのコンセプトが固まっていくに従って割とこうなんていうんだろう、構想が膨らんでいく傾向にあってすごくこう力が入ってすごくいいことだと思うんだけど、だってね、だってちゃんとこう本気で作ってくれる、本気で考えてるわけだから、やっぱり本気で考えたものがもちろんね、そのいいに決まってるんで、本気度がこう高まってるっていうのはすごくいいことではあるんだけども、ただあれはどうでした、その会場撮影はとかはどうだったんですか。やっぱりさっき話してたスペクタクルの話じゃないんで、さまざまな問題をはらんでるけどこう対峙してみると単純にすごいなっていう気持ちになっちゃうみたいなことって、結構フィールドワークをしてると、うん、やっぱりお台場のレインボーブリッジとかまさにそう、お台場っていう場所をすごいスペクタクルに表してるな、うん、的にはそういうおーみたいなものを撮れてるじゃない、うん、なんかもう輝けるディストピアみたいな絵は撮れな感じはありました。まあなんかね、こうバブルの象徴みたいなさところは あると思うんだけどさ、あれってやっぱりなんだろ う映像とかその 音もそうだけども、なんかこう撮り方とか使い方によってあるイメージは全く反対のものに見えてしまったりすることも、見せてしまうこともできるんで、なんかそういうなんていうかな、なんでしょうね、こうそれこそその組み合わせの妙みたいなところがあると思うんですけど、あれ水中撮影はしたんでしたっけ。あ、水中録音、録音はしました。あのちょっとサンプルはあるんですけど、水中録音もなんかうまく使えそうですか。そうですね、なんかこう普通の海中の音、まあ、2パターンぐらいありまして、普通の海中のチャポチャポいってる音と、あとちょっと遠くを走ってるような船の音みたいなのが、うん、こう東京湾全体に広がって、うん、よくわからないのか、エフェクト相対としてのエフェクトみたいなものがわけもわかんないと思ってるみたいなのが取れた、うん、やっぱり、まあ、補正したり練習を加えたりしてこう東京湾不気味さであったり、うん、演出できたらなというふうに思います。うん、まあなんかね、そのバタフライエフェクトじゃないけど、まあ、空気よりもなんて言ったらいいのかな、その海のこう水の海の方がなんていうの、その全部こうつながってるみたいな感じがあるから、例えばそのあるところでこう船がバーッと通ったこう波がさ、まあもちろん月あの潮の満ち欠けもそうなのかもしれないけど、なんかそういう、なんでしょうね、そういったこう、振動というか、力がこう、伝播していく。そうですね、まあでも水中録音の音を結構そのまま使うってことは、ちょっとしないかもしれないですね、今、その、撮ってる映像を、海中撮影って言っても、海中の中を撮っているわけではなくて、うん、半分が海面のちょうど、なんて言うんでしょうね、
教会みたいなところを撮っていて、うん、上が東京みたいな感じでこう揺らいでいるみたいな映像がある、うんうん、なのでまあ海中の音もありつつこう上のフィールドの音もありつつさらにもう一個なんかテンションでレイヤーがあるみたいな感じにはしようと考えてるんですけど、うんうんうん、でも絵的にはやっぱすごい面白いものが撮れていると思うので、うんうん、楽しみですね。楽しみですね、それは、うん。本当になんかモダニティの部分だけに目を向けて作品を作ろうと思ったら、うん、もういくらでも撮影して作品、録音して作品できると思うんですけど、うん、それをこう近代以前の過去とか、なんかこう伝統的なものとかに接続するっていう部分の、まあうん、一番最初にいただいたお題の部分を答えようと思ってたら、うん、その部分がちょっとダメになっちゃったことをどうしようかってことが、うん、もっか最大のお悩みポイントですね、うんうんうん、そうか、まあ、寄宿以降だったら撮影できる場所もあるんですけど、うん、この期間中が、その3月5日だかってことですよね。その、うん、だいたいこうやっぱり文化的な公共な施設はすべてそうなってしまうと思う。そうですね。だから東京でなおかつこう単純なこう自然とか生物的な環境じゃなくて、ちょっとこうなんか人文的な要素が入った場所っていうのを探して、うん、まあイメージに撮るってことは結構厳しいので、うん、何かそれを撮影しないで何か言及する方法を撮るか、うんうんうん、それか何か別の撮影できる場所を代替として探すのか、東京のちょっと外とかで、うん、それこそそれがこうある種のこう制限みたいなものがこうかかってしまったっていうことが割とこうこの時代のドキュメントになってるところもあるような気もするんですけどね。うん、確かに、うん、これはこういうふうにしか撮れなかったっていうことがある意味ではその2021年なんだっていうようなことが刻印されてしまうみたいなことっていうのもあると思うんですけど、なんかそのある作品がそのどうしようもなくその制作された時間時期っていうものを背負っているものとかって結構あると思うんだけど、なんかそういうようなうまい転換の仕方ができると面白そうだなって思う。揺らぎっていうのはね、なんていうかその自然なのか人工なのか、あるいはそうですね、確かにその時間的な揺らぎみたいな、現在なのか過去なのかみたいな時間的な揺らぎがそこに生じたりするっていう効果がもしかすると、確かにそういったその時間の揺らぎっていうのはあったら面白いちょっと撮れなくなってるところで言うのは、まあ、大変申し訳ないですけども、そういう感じはあるな、やっぱりな、うん、